大阪市交通局2601系電車、鹿児島市交通局800系電車、鹿児島市交通局800系電車は1967年に登場した鹿児島市交通局の路面電車車両。1960年代後半、鹿児島市交通局はワンマン運転の開始に備え、在籍車両のワンマン化改造の必要に迫られていた。だが、 1963年6月の段階で未だ10両が在籍していた開業以来の木造単車は、同年9月以降大阪市交通局からの 200K6 両 210K4 両の譲り受けで当他が完了していたものの、ワンマン運転実施を決定した時点での在籍者には、ワンマン化改造に適さない構造のものや、木造車を交代化した老朽車が含まれていた。 このため、鹿児島市交通局は、ワンマン車として即座に使用可能な車両を他社局からの中古で求めることとし、木造単車の到達時と同様、順次路線廃止を進めていた大阪市交通局から2601計32両を、1966年から1969年にかけて4回に分けて譲り受け、これを自局仕様に、 改造の上で 800K801 から832として循環線から始められたワンマン運行に使用することとした。各社の竣工時期は以下の通り。これらはいずれも何和後期山ヶ崎工場で改造工事を施行の上、鹿児島へ輸送されている。本形式はもともと大阪車両工業で製造されたものであるが、大阪市交通局での廃車時に車席を 抹消されていたため、譲り受けにあたっては、車両設計認可を新規に得て、書類上は、竣工日付で改造を担当した何は後期が、製造したものとして取り扱っている。大阪市港 2601K のそれを基本とするが、車両限界の相違から、一旦車体の前後窓2枚分の区画を、台枠だけ残して解体。この部分で車体幅を絞り、 500型や600型と同様に、つま面の幅を狭めた、構え体を作り直すという、大掛かりな改造工事を、実施。また、主車は、全車ワンマン仕様でなかったことから、ワンマン化工事も合わせて実施した。これらは、基本的には同型であるが、種車の製造時期の総意から2601、軽症記車が、種車となる801から806は、車掌台側窓が、 上昇式、807以降は、横引き式となっている。また、801から818は当初、ワンラン運転時に、大阪市で行われていたのと同じ全部扉乗車、中央扉下車で、前払い式としていたが、1969年5月30日春行の819から828が、中央扉乗車、全部扉下車の5払い式として、春行、 以後はこれに合わせて、全車とも、中央扉乗車、全部扉下車に変更されている。種車となった2601型がもともと、大正時代以降に製造された旧式に、軸ボギー車からの機器流用で新造された車両であった、ことから、台車はブリル7 7位相当品を装着するのが、基本であるが、 大阪市交通局では1960年代の路線短縮時に到達された1601型と最後まで残存が予定されていた2601型との間で台車の振り替えを実施し乗り心地の良さで定評のあった住友成功所系 S46 リットルウィングバネ台車を極力残す方針を取っていたこのため鹿児島市交通局へ譲渡された32両のうち 後半に上渡された4両についてはこの台車を装着しており、それらは、鹿児島市では8 2 1 8 2に8 2 5 8 2 7と不番されている。主電動機は、単子電圧 600V 時1時間定格出力 37.3kW の SS-50 を、各台車に1機ずつつりかけ式で増加し、波数比は59,14である。なお、 この SS-50 は、電気メーカー各社で同一仕様のものが量産された、標準機関向け転送路面電車用規格系、電動機であるが、本形式にはそれらの一つである三菱電気メガバイト -245L が搭載されている。制御機は直接式の太平電気 TD52、KR-8、ブレーキは直通ブレーキである。終電装置は、 大阪市交通局時代はビューゲルを搭載していたが、菱枠型パンタグラフに交換され、ビューゲルと同じく車体中央に搭載している。本形式の導入により、1963年に大阪市電から譲り受けしていた 200K6 両及び 210K4 両や、1949年に東京都電から譲り受けした9、 王子電気軌道由来の木造車を交代化した 300K10 両、それに1950年から1952年にかけて同じく、東京都電から 4000.41004200K の車体16両分を譲り受けして偽装した 400K のうち交代化されていた12両を順次置き換えた。1950年代末まで、 鹿児島市電は300.400型と多数の譲り受け者を要し、また自局発注者である 500K の設計に際しても、東京都電7000型をモデルとするなど、東京都電の影響を強く受けていた。だが、600K の設計にあたって、大阪市の3000型をプロトタイプとして、以降は、様相が変化し、 1963年の200.210系重量の譲り受けを経て、時局で400系の機器を流用して心臓した460系2両を含めた、戦後の時局申請者33両に匹敵する、本形式32両がまとめて譲り受けされ、東京都電由来の在来者や200.210型がすべて淘汰されたことや、500型が、 ワンマンカジに本形式などに準じたつまめんデザインに改修されたこと。それに本形式と同時期に大阪市電3001型を改造した 700K4 編成も導入されたことで一気に大阪市電の影響が色濃くなり、また各車両の接客設備の水準統一と近代化も完了した。以後10年以上にわたり本形式は 鹿児島市電の主力車として徴用された。1985年の意識線、上町線廃止の際には、余剰となった801から806.814から817.819、821.822、8 2 5 8 2 7 829.830の合計17両が廃車され、 残存者については1987年10月に807から813以外の8両の改版を実施して801から815としている。これら15両は1986年に順次、冷房化とパンタグラフ取付位置の移設、それに台車の乾燥を実施した。もっとも、これら15両も譲り受け後、約30年、心臓からだと、 約40年を経て車体が老朽化したため、1995年から2000年にかけて9500型に台車や電装品といった主要機器を提供して廃車となった。なお、815の旧車体は2015年4月まで旧交通局内で倉庫として使用されていた。各社の車番の変遷は以下の通り、と付記されている車両は、 同じ番号を付けた二代目の車両であることを指す。ありがとうございます。